はいえー、とじゃあね、ト o イックのパ、えート5のやつかな。えっ、ー、と、文法でね、今日それやります。えっ、ー、と、うちはこういうとこです。えっ、ー、と、大学入試、えー、高校入試の英語やってるんですけど、ト o イックもね、ちょっとはやってますから、えー、一回来てみてください。えー、今日は、順道士か、 述語動詞か、述語か順動詞かっていう問題ね。えー、問題って言われても全然何のことか分かんない人もいるから説明すると、例えばさ選択肢でねうん、こういうふうな選択肢の時、えー、success, succeed, succeeding, successfully、ね。要するにこれはほら、品詞の問題でしょ。success は名詞だと。 えー、こちらなんだっけど、succeed は動詞だと。succeeding はまあ、まあ、同名詞か、ね。あるいは分子かもしれないけども、successfully、えー、は副詞でね。こういうふうに品詞を選ぶ問題じゃなくて、今日やるのはね、こういうふうな選択肢になってる。一つの動詞を、えー、こういうふうに動詞の変化形でね。 えだから副詞とかはないわけよ。ね、こういうふうに原型だったり何不定詞だったりあるいは ING 形だったりあるいは過去形または過去分詞形だったりっていうやつ問題ね。えー、とそれをやろうと思うんです。結構あるよねこの問題はね。うん順動詞か述語動詞か。 順道しかっていうことなんだけども、まあ問題やりながらね、えー、考えていきます、説明していきますわ。例えば、下の問題は、センターの問題なんですけども、えー、ブランクがあって、several magazine、uh, articles on the theme. I was able to understand the presentation perfectly.Had read.Has read.Have read.、Uh, has read. having read、ね、どれを入れるかっていう問題なんだけども、うんね術語同士を探してみると、術語同士っていうのはもちろんここにあるのではこれだよね。was、はい、だよねこううん。どうしようん。これでやっとこうか。was ね。えー、able to understand. アンダースタンドはこれは、ここだけ見たら動詞だけども、トゥがあるからこれは述語動詞じゃないんだね。順動詞なんでね。わかるつまり、ほら、述語動詞っていうのは時性があるわけよ。I am ってできるじゃない。ところが、トゥアンダースタンドの過去形って何っていうのはおかしいでしょないでしょトゥアンダーストゥードとは言わないでしょうん、あるいはね、こういうふうな説明したらわかりやすいかな。I,、えー、to school. ねこれをさ、ゴーの変化考えたら、ゴーあるいは、うん、何だろう、ウェント、g o i ング、あるいはト o ゴー、あるいはゴー n ングでね、あ、ゴーイングやったか。ほ、え、か、ー、に変化って何かあるかな。ゴ、えー、ウェント、ゴーんがあるか。ゴー、ウェント、ゴーンでね。 Going to go。まあ、こうでね。あと、まあ、あるんだったら、go's っていのあるけどね。まあ、愛の場合は、go's じゃないからね。こういうふうにやったらさ。これ成立す文として成立するのは、I go to school。I went to school。だけでね。だから、この、これはさあ、おかしいでしょ。I go n to school。I going to school。I to go to school。これもおかしいよね。こういうのはやっぱり。 これは要するに純動詞っていうわけよ。動詞にはなれないわけよ。これを述語動詞っていうわけ。うん、まあ簡単に言うと三人称単数現在あるいは現在形あるいは過去形っていうのは述語動詞だよね。えー、それ以外こういうふうなね過去分詞っていうのもう必ず。 え順動詞なんでね、過去分詞だけではあれにはなんないわけでね、動詞にはね。えー、ちょっと変,変な感じになったけども、こう書こうか、こう言ってこうか。ただし、ややこしいのは、これはね、不定詞だあ不定詞じゃなくて規則、不規則動詞だからこうなってるんで、例えば、like 取ってきたら、これはこの形見ただけではね、過去形で過去形なのか、過去分詞形なのかわかんないね。過去分詞形なのかね、あれ、行こうか。 うん、とりあえずそういう視点で見ていくと動詞語がいくつあるかっていうとこれ一つしかないんだよね,ねここで見たらうんそうやね一つしかない Able はこれ形容詞だよ、ね、これ to understand は 複詞じゃなくて純動詞だよね不定詞だよね要するに動詞の前にこの「to をつけたりあるいは「ing」をつけたら動詞ではなくなるから、ね、よくあの誤解している人もいるけども「I am going to see you」 こういう文があったら動詞はどれかって言われる時だ時「アム」が動詞だとか「ゴーイング」も動詞だとか「スイ」も動詞だとかっていう人にいるけどもそうじゃなくて動詞は「アム」だけなんだよね,ね。ゴーイングは動詞じゃないからだって「ing」ついてんだもん。ね。「ゴーイング」の過去形ってあるないでしょう。 だからこれが動詞なんでねよくあのあアームゴーイング両方であの動詞だと思ってる人もいるけどそうじゃなくてねアームだけが動詞なんですわそういうふうに考えた方がね後々いいと思うからそしたら、えー、動詞が一つあるわけでしょうーんほいであそうかこれも言っとかなね動詞があるっていうことはさ何があるかっていうと文があるっていうことなのよ 一応ね、大雑把に言うと。えー、文があるって,っていうことは、うん、例えば動詞一つだけでもさ「かんとかでも文じゃない。文、ね、っていうのはね必ず一つの一つの文には一つの動詞じゃなくって動詞があるわけ。ねえー、一つの文にはね一つの動詞がね。 単文だよね、いわゆるね。えー、ところが、文と文が2つ来たときは、ここにプラスがいるわけね。それが接続語っていうやつで、あの2つの文をさ、これで結ばなきゃいけないわけよ。例えばね、When… あ、違う。えー、I was late for school because I overslept. 寝すぎちゃって学校に遅刻したと。そういう意味なんだけど、これがこれでね。プラスに当たるもんでね。えー、それで動詞はこれとこれでしょ。要するに動詞が2つあったら、つまり文が2つあったら必ずこういう風な接続語がいるわけよ。形としてはこれでもいいんだよね。あのこういう風にね。あ、ちょっと待って。プラス。

これは、ほら、接続後、プラスっていうものが、ここ、先に来たわけでしょ。ここで、カンマ打って、あと二分が来てると。だから、よく書いてあるけども、あの、なんだっけ、接続詞の、動詞の数か。動詞の数、引く、えー、接続、1か。1、イコール、 接続子の数かあちょっと待てよ。そうでね。接続詞の数と。そういうふうに書いてあるんだけど、これは当たり前でね。分、分、分が3つあったら、プラスは2つになるわけだからね。プラス。分っていうのは、すなわち動詞だから。間違いないよね。自分で言ってて。えっ、ー、と、そうでね。動詞の数が3つだからひ、ひ 1>, 1個引いたら接続詞の数になると。そうね、えー。プラスの部分の数になるわけでね。じゃあそれで考えるとここにはさ選択肢にはねないよね。あの接続詞がね。ということは接続詞がゼロなんだから、えー、と動詞は1個でいいわけよ、ね。じゃあ動詞はもうあるんだからここに動詞は入れちゃいけないっていうことになるわけよ。ということは HAD は動詞だよねこれはね。 過去完了っていうことになるんだろうけども、ね、これ現在直せるじゃない have red ってなるじゃないだからこれは×なんでね動詞だからこれも has red も動詞だからダメだよねえー、have red も動詞だからダメだよねということは動詞ではないのは何かっていうと4番でね、えー、Having red この ing は つけたら動詞じゃなくなる印だから TO とか ING をつけたらねあとのは関係ないよねこれは過去分詞だからね全部ねだから答えはこの Having read、まあ、すなわちこれはんなんだっけ分子構文ってやつなのかなこれはセンターのね一番基本的な問題ねわかるそしたら今度から t o i クのやつね Uh, topics at the business communi communication workshop uh, like, in defending an argument synthesizing information and writing precisely and concisely uh, include uh, includes or uh, they including inclusion I get more 動詞を見てみるとどこにあるかっていうと Topics at the Business Communication Workshop Defending Defending は動詞じゃないよね ING ついたら動詞じゃないんだから順動詞なんだから An argument Synthesizing これも動詞じゃないよね Information and writing つまり動詞は一つもないってことよってことは動詞を入れなきゃいけないんだから、まあ、Inclusion は動詞じゃないよねこれは名詞だよね えー、これはあらこれはバツと。including, ing ついたら動詞ではないよね。ねじゃあ動詞は include か includes なんだけども、あとは主語によってこれかこれか決まるんだよね。じゃあ主語はどれかっていうと、ねこんなの主語じゃないから。要するに前置詞プラス、えー、なんだっけ名詞か。これは うん、主語に名詞にはならないんでしょ。でここでね、ここは括弧だよね。じゃあ主語はどれかっていうと、ターペックスだから、これ複数形だから、複数形の時は三単元の S なんていらないわけだから、これが丸かな。うん、ここか。あ、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 あ。ちょっと待って、これがバツね。はい。 要するに動詞がなかったとここにはね、この文には。ということは動詞を入れてあげると。動詞はこれかこれなんで。ね、あとは、うん、主語を見ればいいんでね。ねトイツさん、Please blank that bottom portion for your records.、うんえー、どういうことだろう ?Please これは何だろう えー、答えっていうか動詞があるかないか見たらやっぱりこれも動詞がないよねまあプリーズであ,あるんだから命令文じゃないかなってわかると思うけども動詞を入れなきゃいけないんだからこういうのは b u t ing があったり r e t a i n e はこれは過去形あるいは過去分子形だけども ね、e a s e とったらわかるように、これはね、ね、えー、命令文だから、これはなしだよね。うん文が過去形で始まるっていうのは、まあ、日記とかね、そういうの書いてある場合はあるけども、普通はないよね。じゃあ、あとは、retain か、retain s だから、まあもちろん命令文だから、こっちでね。Please retain the bottom portion for your records. あなたの記録のために、 下のポーションを取っておいてくださいと。これはあれじゃないかな副写している、あの、なんか書いた,書いたら下に映るやつあるじゃないああいうのの,の下のページを取っておいてくださいということを言ってるんでしょう。その次4番。Passengers <music> internationally must go to terminal D, which houses all gates for overseas flights. これも 動詞を調べると、まあ、must go っていうのは動詞だよね。まあ助動詞、助動詞プラスね、原型はね、もう一緒の,あの2つと2つで1つだって考えて。うん、must go が動詞だよね。to terminal D, which houses. これはちょっとも分かりにくいかもしれないけど、これ houses って読むんじゃなくて houses って読むわけね。ほんで、えー、あ、そっか。家の複数形は houses って読むのね。 ここはさ、fitch houses っていうのは、これは、えっ、ー、と、収容するって意味なのよ。それの動詞なのよ、これね。ここも動詞なのね。ちょっと待ってね。こうか。あとは動詞ないよね。えー、動詞が2つと。これで、あれがあるあ、そうか。接続語はこれだよね。 えどうしようかな接続語な何か印できればいいんだけどもつまり接続語が動詞が2つあるっていうことは文と文が2つあるここで、えー、接続語が一つだからプラスかこういうふうな構造なんでねだからここには、えー、動詞入れちゃうと文が3つになるでしょ文が3つにということは接続語が 分、えー、プラス分プラス分になっちゃうわけだから、えー、と2つこういうふうなフ i t とかね w h a t とかあるいは because とかがなきゃいけないってことだからここはないよねないからここは動詞ではないんだよね動詞ではないものを入れるんだよねということは、えー、travel これは動詞だよねバツだよね to travel これは動詞ではないよね丸だよね候補だよね traveling これも動詞ではないね。候補でね。t r v e l e で。これは、うん、どうしよう。t r v e l e で。これは、過去形と、えー、過去分子形があるから、過去形だったら、あ、そうか。過去形だったら、バツ過去分子形だったら、えー、あら。過去、ん過去分子、あなんなの あれ過去分子系だったらまあ可能性はあるよね。ねえー、どうしよう。あとはまあ234から選ばなきゃいけないんだけどもあとはうん。えー、何どう考えればいいかな。えー、海外旅行をする。 まあ、インターナショナリーに旅行する乗客の人はターミナル B に行かなきゃいけないと。Which houses、uh, all gates for overseas flight. 国際線のためのすべてのゲートがそこにあるってことでね、うん。ということは、うん、passengers traveling internationally これかな ?Passengers to travel. これはちょっとおかしいよね。ねえー、旅行しているってことでしょ ?Traveled っていうのはこれ、ね、Travel っていうのは、えー、普通は自動詞だから、ね、い、えー、過去分詞になっちゃうと自動体の意味になるから、ここはおかしいよね。ね旅行されたとかね、そんなおかしいよね。 だから、これだよね、えーあ。ごめん、これか。丸か。これが、バツと、えー。もうちょっとね、この辺は説明した方がいいんだけど、まあこ、このれがしますわ。まあ、いくつか選択肢はこれで絞れるわけよ。5番。It has been suggested... えっと、ちょっと待ってね。今、19分か、うん。It has been suggested that employees blank to work in their current positions until the quarterly review is finished。こ,こ難しいね。トいックはさ聞く単語がね、結構難しいからね。あのもっと単語を簡単にしたらね、解けるはずなんだけども。えー、っと、このはずが現在完了だけども、これがどうしてね。It has been。been はもちろんどうしてないよ。 it suggested has been suggested. これもね動詞じゃないね。受動体なんだからこれは。えー、現在完了の受動体なんだからこれは過去分したからね。That employees to work. これも動詞じゃないね。to がついてるからね。In their current position until the quarterly review is finished。これが同士だよね。これか。ということは同士が2つあるから接続語が一つかな。これか。 接続語はこれね。えー、これか。アンティオ。あとは接続語はない。あ、これもあるか。サジェスティだとか。これがあるのか。ということは、接続語が2つあるっていうことは、えー、文と文と文っていうことか。えー、プラスが2つあるっていうことだからね。ということは、えー 動詞が1、2しかないから動詞をここに入れなきゃいけないわけか。ね、じゃあ動詞は何かっていうとこれは動詞じゃないね。Continuity、ね。これは ET がついてるから名したよね。c o n t i n u これは動詞だよね。Continuing。これは動詞じゃないよね。えー、ING ついてるからね。Continuous も OUS ついたらこれは動詞ではないね。容詞してね。普通ね。Courageous とかね。えー It has been suggested that employees continue to work in their current positions until the quarterly review is finished. Uh, the sales group doesn't like to break during brainstorming sessions. so they often call the restaurant downstairs and order lunch これでなんか入って d e l i v e r e かこれもね全部見てたらもうめんどくさいからもうこんなとこ見ないでそうから見てみようかな so they often call the restaurant downstairs この and はえー、っとちょっと待ってねそうはこうなって and and っていうのはこうなってるわけでね They And, えこうなってるわけか。こうなってるわけでね。えー、並べてみるとね。こ,こか。じゃあもうこれだけで見てもいいよ。えー、they often order lunch。これでなんとかなんとか、ね。ここの部分だけ見れば、they order でしょ。ね、こ,でここには接続語がないわけだから、 そもそも、ね、そそねうっていうのはこれだか,だからなんとかするとかいうときはこのあとには文が来るからねそう甘いとかああいうのはああ,いうああいうのは関係なくてそうだからっていう意味のときはねえー、っとだから、えー、文が来てればいいんだからで y order lunch なんとかなんとかって来るわけでねここはオーダーっていう動詞しかないからこれ接続語もないから動詞一つだから 接続がないってことは動詞が一つだっていうことだから、ここにはえ動詞が来ちゃまずいわけでね。じゃあ動詞が来ちゃまずいわけだから、これは範囲ないと、ね。これは候補だよね。だって動詞ではないから。これははずだから動詞だから×ね。ここで、わずも動詞だから×だよね。あら、うんん、×か。ということで、答えはこれかな。 The sales group doesn't like to break during brainstorming sessions. まあ休みたくないわけでね。休憩を挟みたくないと。だから、they often call the restaurant downstairs.、えー、下の階のレストランに電話をかけて、そして、オーダーランチ。えー、to be delivered、ねえー。ランチをデリバーされることをされるようにオーダーすると。要するに、配達してもらうわけよ。 えー、これはあれだよね。オーダーなんとか。オーダー。例えば、あの、テル・シト・トゥーとかと同じでしょ。テル・シト・トゥー・イとかね。えー、だから、まあ、ト・ゥー・イでね。なんとか、に何とかするように命令すると。be delivered されるように命令する。まあ、ここはあ命令じゃなくて注文か。 注文だよねはいちょっとね、えー、もうちょっとうまく説明できればよかったんだけど、うん、もうちょっと複雑なやつもあるからねそれはまた別のとこでやりますわえー、っとちょっと初めて解くのはね、えー、普段はあんまりやんないんで、えー、これからやっていこうかなと思ってるんでえ順塾術語同士ねこれで順同士ね 準動詞っていうのは要するに簡単に言うと動詞ではないんでね。だから動詞ではないから、えー、さっきどこ書いたっけあれあ、これか。動詞ではないから I go to school.I went to school とは言えるけども I gone to school とは言えないわけでね,ね。I going to school とは言えないわけでね。ただし、ねえー、よくあの、よくなんていうの間違いで。 I going to school とかね、あるいは I, なんだろう I am go to school とかね、こういうのは書く中学生とか、あるいは高校生とかもいるんですけども、えー、これは何でまずいかっていうと、これはここには動詞がないからでね、だって going は動詞ではないんだから、ここは動詞はあるんだけども、am と go ね、でも2つもあ,るしつあっちゃいけないんだよね。 ね、一つの主語には一つの動詞でいいわけだから、えー、だから順動詞かね助動詞かっていうことあるいは動詞か動詞ではないかっていうことをもうちょっと気をつけていけばこういう問題は結構解きやすいんじゃないかなと思います。はい、じゃあまた、えー、とこ,れこれのちょっと複雑な番はね、えー、とまたやりますから、えー、終わろうかな。